もピオキングです。今日もですね、トロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースト、10フェイスオブトロールバージョン2ということで、2つの顔を持つトロールコースということですね。ということはですよ、チェックポイントを取ってやられた後に、占いが変わってるみたいな、そんな仕様が来るんじゃないでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.22%。最初からあのコイン怪しすぎな。これちょっと行ってみる。まあ最初とかやられてもいいよね。開幕熱っ。じゃあ左のクレーン無視してっていいと思うんだけど、右のクレーンもめっちゃ気になるんだよね。このクレーンに乗ってすぐ逃げる。すぐ逃げるってなんだ。ショタになってしまいました。じゃあもうここからショタジャベリンでいきたいと思います。この砲台を踏んで踏んで踏んでとかに入りたいと思います。これで合ってるんでちゅうかね。ここはヒットって書いてますちゅ。こっち違うみたいでちゅね。すいません、気も可愛いとこをお見せしてしまいました。じゃあ右のクレーンに乗った後、左のクレーンに乗れってさっきのヒットを書いてたんだよね。これでバブル落ちてこないのかな。あ、ツタが出てきたよ。このツタに乗って右に進む。あ、上に行くんじゃないの。で、ここのリンクを取って右に進めっていう感じだね。うわ、何も出てこないから。このとかパックンとか出てこないの。そして何も入れるところはまあないよね。こんなに土管設置してたので入るところまで作ってないと思うんですよ。この右の当てないし、何だろう。何もないかジャグワーに入っていきます。入らせて、頼む、入らせて。もうちょっと下に行ってて、頼むって。ボンブステップ、じゃあじゃあここはさ、右のドアが見えるじゃん。そしたらすぐにこのドアに入れっていうことだと思うんですよ。そうしないと砲台が襲ってくるもんね。ここはどういう感じだろう。右の四角の場所まで行ったらなんかあるみたいな。大量の穴には引っかかりませんでした。ちょっと引っかかってみたい気持ちもあるんですけどね。じゃあここはもうハテナブロックを叩くしかない。どうなる。鉄球。え、なんか今回優しくない？これ戻ってくるだけでしょ。そしてドアに入る。うわ、今日なんか優しいよ。なんかサクサクいけてる気がするね。さあ、ここはコインの通りっていいでしょうか。左にジャンプして、砲台はジャンプしなくていいの。いや、たださ、このコインの通りっていいのかな。絶対笑う気がする。ジャンプ、オッケー。全然オッケーじゃねえ。あ、いや、まだワンチャンあるよ。このドバなんかあるんだろう。頼む、正解でやって。熱い熱い、こっち正解だったんじゃないの。完全にこっちが行くべき道だよね。さあ、来ました。どこに行こう。下に行ってみる。下はないのか。じゃあ左のドア行ってみるね。ただ右のここ怪しくない。ここ絶対なんか香るよ。冴えてる、マジで冴えてる。右の方に寄っておけってことね。ただ僕ちょっと気になることがあって、左のドア入れないのかな。ちょっとそっち入れないか試してみていい。ここ、うわ、入れないかち。そして右にね、ピースイッチが出てきてるんだよね。あれも気になるな。ここ隠しブロックあるから右に進めないもんね。あのピースイッチなんだろう。うわ、ちょっと待って、右に中間ポイントあるよ。なるほど、あそこで中間ポイントが取れるっていうことで、一旦やられよっか。でもさ、その前にこの左キーなんだよ。こっち左行ったやられんのかな。こっちなんだろう。あれ、こっちもなんか進める道っぽいね。どこ行こう。うわ、どうしよう。真ん中、真ん中のこの地下に捕まっておきます。魚だいや、さっきの魚の場所おかしいと思います。4分の1か5分の1ぐらいじゃなかった。あんなところにピンポイントに落ちてくるなんてめっちゃ運が悪いよね。もう一回右リベンジしてっていい。ここで一番右にさ、ストップって書いてたじゃん。そこで待っておこうか。ここで待っておけば先に進めるんじゃないの。来ました。で、この右が開くと、よしよしよし、あかんと思った。さあ、待って、これは何もしないで頼む。うまっ、うまっ。もしかしてさ、コース名の2つの顔を持つって、行けるルートが2つあるってことかな。そういう意味なんじゃない。でね、さっきここキラーが押し寄せてきたと思うんだけど、キノコが見えたんだよね。なんでこの場所でしゃがんでおこうか。そしたらキノコ止める。ナイス、そんで抜けれるっていう感じだね。さあ、ここ違うの。結局違うんじゃないの。この右開けてよ、頼むって。右行かしてよ。え、コピーがなくなったらなんかなんのかな。右上のフラワーとかさあるところ、絶対あそこ行ける道だと思うんだけど、何も頑張ってビリオン聞こえねえし、これ当たって終わりっていうだけ。じゃあこっちは行くべき道じゃなかったんだろうね。そういえば僕今思ったんですよ、この下土管も入れるんじゃないの。さっき無視したけどさ、ここは、あ、入れる。こっちも行けるの。うわ、
しかもピンコインまである。ちょっともう一回この洞窟入ってってみていい？今度はリングを取って左下のパウか、左下のパウを発動させて下に行け。うぜ。次は右のパウブロック叩いてみていい？このパウ叩いた瞬間立ててガードしておくれ。そしたらブラッパが下げる。なんでこっちはキノコなの？どっか入れんのかな？あれ？どっか入れんよ。これつば？あ、なんか上行けるね。この上にどんどん進んでけみたいな、そんな感じかな。そしてファイヤーを取って、あ、ここ怪しい。着火していいんでしょうか？どうなんでしょう。着火してすぐ上に行ける。あ、危ねえ。絶対プラマ出てくると思った。さあこのリンクを取って、どっち行けばいいだろう。このドア、いや、しょうもな。じゃあここでリンク取った後にこのドア入ってってみるね。上からはいけないんだよね。なんかキノコの足場みたいなのがあるから、このドアに入ってったらどうなる。このまま右進む。この旅は、じゃあ次は引っかからないようにするよ。ここで魚が出てきたでしょ。さっきと違うやんか。いや、おかしい。チェックポイントも何も取ってないのに、なんでさっきと違うの。どこ。危ねえ。このまま右に渡っていっていいのかな。どうなんだろう。あ、でもなんかキノコ出てきたよ。やった。これビビってて正解だったね。このまま右に行けるっていう感じだね。さあガリガリがね、見えてたんだけど。じゃあここでなんか出る。鉄球か。戻ってこないよね。さあこのまま上に進んでいきますか。どうなる。右にチェックポイントがあるよ。頼む、取らして。よっしゃ。やったね。そしてここは、あれ、あ、土管があるのか。この四角は何もない感じだよね。さあ土管に入っていきますか。いや、ここまでに来るのにめちゃくちゃ苦労したからね。もうやられていいよ一旦は。じゃあドアに入っていきたいと思います。土管は入れないよね。うん、やっぱ入れないね。じゃあドアに入っていきたいと思います。さあ何が来るんでしょう。あ、ここでさっきのチェックポイントかな。え、ここ戻された感じ。それか一旦やられるみたいな。ちょっとピースイッチ踏んでいい？ピースイッチ踏んでも一旦下降りてみよっか。え、ここ戻された感じなんかな。あ、やっぱ何も変わってないよね。こっからさ、なんか行き道が変わってるかなと思ったけど、このチェックポイントの意味何があるんだろう。なんか鍵を取れみたいなの書いてたからさ、やっぱりピンクコインを集める。あ、ここピンクコインよコースか。相当気づく。どうせピンクコインコース集めないけんのね。じゃあここでさ、ジャンプ。よしよし、これでブラパー抜けれるんだけど、こっからどうするかだよね。上に行ってみようか。あの鉄球が出てくるっていう感じで。さあここはバブルは出てこない感じか。で、何もしない方がいいよ。絶対花が出てくるか。ここ、あれ、溶かさないけんみたいな。なるほど、押し出してくれるっていうわけで、でここで行けるのかな。どうなんだろう。壊して右に進めるか。頼む、上から行かして。つららが壊れる。いや、まだ大丈夫。じゃあここで上のハテナ叩いたらいけないんだよ。まず最初に押し出してもらって、この状態で進めっていうわけだね。さあこれで進むことができました。次はどこに行けばいいんだろう。真ん中、左、右行ってみよっか。じゃあ真ん中しかないね。両方入れないで、ここの中入っていきたいと思います。で、ここで中間ポイント取ってさっきの場所に行けっていう感じだね。それじゃあ次はこの左のドアでさ、右の方にカロンがあったじゃん。カロンのコーラ確か一番右だったっけ。いや、どっちだったっけ。この場所真ん中に寄っておこうか。そしたらどっちも取れるパターンでしょ。よしよしよし、左の方にあったね。で、ここで右側がいて、待って、魚襲ってこないで、こっちまで来ないで。どうしよう、上に行く。右に行ってみようか。こっちが逃げ場なんもない。やべえ、魚に襲われる。左、どうしよう、危ねえ。で、ここでジャンプしてビッグコイン取っていいのかな。とりあえずこの魚倒しておく。ちょっと邪魔くさいもんね。ほい、オッケー。で、こっから上に行くで合ってんのかな。グレート、うわ、どうしよう。一旦脱いで上、あ、上は何もない感じだね。このコーラ入ってきてよかったんかな。たまたま魚踏んでこれたけど。来ました。それであと1個どこにあるんだろうね。いや、思い出した。ここの右側まださ、ピンクコイン取れてなかったね。多分こっちで合ってるとは思うんだけど、さっきバブルにやられただけだったじゃん。なんでここのピンクコインの取り方がまだ分かってないんだけど、まずここで、あ、
上に逃げろみたいな、これが正解なんじゃないの。どうだ頼む。何もできないよ。あつ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 、これに乗って下に行く。なるほど、そういうことで、ね、いやちょっと待って、いやちょっとやべえ、積んだ。カバン発見しました。頼むって、こっち来てよ。うわやべえ、こんなところでせっかくここまで集めたのに。マジかよ、やり直しじゃねえか。あ、いや、テレサ来てる。ありがてえ。マジで救世主、神、ナイステレサ、かわいすぎ。たださ、気になったのがさ、今キノコ取ってないんだけど、キノコなし状態でいいのかなって思うんですよね。キラの中のキノコいらないのかな。じゃあ一旦これは左からジャンプして右に行こう。そして、あ、どうしてここでフラワーが取れるんだね。じゃあここでフラワー取って右、そしたら開く。ナイス。そんでここはどうするんだろう。ゆっくり寄って行こうか。次は右の氷でした。なるほど、この氷が取れるっていうわけで、ね、頼むって取らして。よし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 。で次はどこに行けばいいんだろう。右側からこのブロックが開くのかな。一回当たってもいいでしょ。オッケーオッケー、これでさっきの鍵の輪に戻ればいいんだね。さあ鍵の輪の場所まで来ました。ここの鍵の輪に入ってゴールがあるんでしょうか。どうなんだ。まずこれ取ろう。まずこのフラワー取ろうか。で抜けて、溶かして抜けて、ここも溶かして抜けて上。いや熱い熱い熱い、絶対鉄球かなんか出てきてくれるパターンでしょ。鉄球が出てきてゴール前に触れれるパターンでしょ。とりあえず上に行こうか。鉄球はどこ。なんで何もないの。この土管に入るってことかな。この土管に入ったらなんで戻すの。頼む相手。いや左なんか行ける場所があるよ、こっちは。いや、やっぱ違うか。っていうことはこれもう一回やり直しみたいな感じかな。え、いや熱々、まだチャンスある、まだチャンスある。こっからなんでよ。閉じ込めないで。え、なんでよ。マジで、こっからまたこの土管に入ったらなんか変わんのかな。最初からやり直し。あれ、行くべき道がなくない。あ、上に行ける、上に行ける。こっからどうするんだろう。 CP やべえ、嫌な予感しかしねえ。頼む、誰か救世主。雲に乗って上かな。え、マジで分かんないね。全部探ってってみるね。左の土管に入れたね。この土管がなんか正解になってるみたいだ。ふざけるなー。マジ、もう一回最初からやり直し、これで。いや一旦やられてみようか。一旦このトゲの針にやられたらなんか変わってるかもしんないよ。どうなんだ、頼む。鍵をゲットさせてもう一回全部集めなきゃいけないパターンですか。うわ、そうっぽいよ。じゃあ最初からやり直します。マジで鬼、ビットイン系の最初からやり直してまた全部取らせるっていうの本当に鬼畜だと思わない。はい、それじゃあ全部集めて戻ってきたんですけど、こっから先まだゴールの仕方がね分かってないんですよ。このファイヤー取って上にさ、ファイヤーダメって書いてるじゃん。これをなしにしてチビの状態でいけばゴールできるみたいな。さっきねバブルが出てきたのはね見えたんですよ。こっから上に行けばチビの状態だったら何か変わるみたいな。うわ、なんかキノコ出てきてるよ。やったやったやった。これでゴールできるんだね。鉄球が出てきたよ、さっきと違って。それじゃあどうもありがとうございました。疲れました、僕疲れました。さっきのコースで疲れました。ということですね、今日は動画の最後にのこのこの恋物語でも見て癒されようかなと思います。まず名前を決めなくちゃいけないと思うんですよ。左の緑ののこのこがマイク、右の赤いのこのこがジェシファー、その2人の恋物語をぜひ見ていきましょう。クリア率は 27.9%。
意外と少ないのね意外とやられんのね、このコース。さて、どんなコースなんでしょう。物語っていうぐらいだからさ、何もしないでいいみたいな感じじゃないの。そして最初にオンオフが見えたんだけど、このオンオフで、あ、マイクを持てっていう感じだね。で、このマイクを持ってオンオフをして右に進ませろっていう感じじゃないかな。多分それでレールが変わると思うんだよね。さあ、マイク進んでってくれ。その山あり谷ありの道を越えて、いつジェシュマーと出会うんでしょうか。そのブロック開くでしょ。ナイスさあ、ヘルプって書いてます。ジェシュマーさんがお待ちかねですよ。助けてあげて、マイク。そのバネで、よしよしよし。さあ、二人とも出会いました。ここから悲しい音楽が流れてますけど、どうなるんでしょうか。そこでバネで越えてぶつかってるよ。大丈夫、痛くないですか喧嘩したのかな。さあ、こっからドアに入るのかな。あれ、もう自分は何もできないんだよね。もう完全に今から鑑賞会っていう感じだね。さあ、ハートマーク、ここでデートの始まりなんですかね。いや、違うもう子供産んだんですか。早いですね、出会って。まだ数秒しかなってないよ。もうそんな仲になったんですかね。深まるの早すぎでしょ。さあ、ここで敵が出てきた。クリーンはどうする。やられてしまいましたやべえ、お父さんと息子の二人だけになったね。ジェシュマーは、え、ジェシュマーがやられてる。完全に骨になってるよ。どうすんの、どこの子。あのクリモンに仕返ししなくていいの。これ右に入っていけって感じ。あ、右で入っていけたね。この後どうするんだろう。さあ、中間ポイントが取れて、これ下に行くのかないや、違うえ、こんなとこでやられんの。もしかしたらさ、あのマイクが、小マイクが道を開けさせてくれるんじゃないかな。あ、なるほど、やっぱりそういうことか。この小マイクが綱を出してくれるっていう感じで、親マイク何をやってるんだ、小マイクばっかり仕事をさせやがって。じゃあ、ここのリフトを下ろして一緒に進むっていう感じか。まあ、僕も一緒に進む感じなんだね、面白い。じゃあ、ここでオンオフをしてマイクを先に進ませる。なるほど、これで小マイクも一緒に行けるっていう感じだね。でも一回オンオフをして小マイクを追いつかせるっていう感じか。さあ、進んでいきますか。で、右のリフトに乗ってもう一回一緒に行くっていう感じでしょ。さあ、進んでいきましょう。今ジェシュマーがまずどうなるか気になるよね。ここは勝手に行ってくれる。ジャンプ、なるほど。うわ、揃った、完全に揃った。見て、あの綺麗な二人とも。さあ、こっからどうなるんだろう。あれ、行き詰まったよ。人生に行き詰まった感じですか。一旦このリフト乗ってみようか。そしたらどうなるんだろう、あの二人。あれ、もしかしてあの、どっから出てきたの。で、マイクと小マイク、それどっから出てきたの。ジェシュマーもまだいるんだけど。いや、死んでも愛は変わらないっていう感じだね。さあ、こっから、もしかしてミッキーアップ取ることによってジェシュマーが復活しました。最高、この物語。あ、こっから小マイク一人だね。いや、ジェシュマーとマイクが出てきて、もう一人産みやがったもう一人産んでしまいましたよ。こっからどうするんだろうね。で、右に行ってゴール。なるほど、そういう幸せな物語っていう感じだったんだね。いや、だいぶ癒されました。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあ、またね。